はい、スヨガ TV チャンネル、今日また神奈川なんですけど、海老名のアシアナキッチンさんというインドスリランカレストランにやってまいりました。働いてる方はインド人の方多いみたいなんですけど、こちらオーナーさんがスリランカ人ということでやってまいりました。隣が食材屋、食材いろいろ売ってるみたいで、スリランカのビスケットとかも売ってましたけど、じゃあということで行ってみましょう。はい、こんな感じでここにサモサがトットゥーとかというのがあるみたいなんで、いただいてみたいと思います。はい、行ってみよう。パラタ、これコッツー、コッツーとパラタいましたね。はい、コッツーとパラタ、パラタ、パラタ、焼きたてらしいですよ。エグロティ、美味しそうね、これ。はい、ブラックペッパー、ブラックペッパー、いや、これ初めて見る。絶対美味しいやつじゃん。これは美味しそう。辛いよ。辛い。辛い。ありがとうございます。これはインドの方。パリップチェック。パリップはない。パリップがないから。コットゥチェック。コットゥチェック。みんな、みんな取りましょう。必要な方。もう取り終わった。いいね、これエッグいいじゃん。これうまそう。ねえ、これ美味しそう。中にエッグが入ってる。エッグロティ？エッグロティ。ロティな。はい、では。じゃあ、いきましょう。はい、まあ、ロティはね。ロティチェック。安定のロティ。あ、これ湯気が出てますよ、まだ。おお、うまそうじゃない？はい、じゃあいただきます。コトゥーチェック。うん、どんなに辛くない。辛くない。あ、辛くないね、いつも最近辛くないね。辛いっつったのにね。食べられてね。後からちょっとくるけど、でも足らない感じ、足らない感じ、うん、こっちは辛くしてんじゃない。あ、そうでしょ、うん、これ辛くなかったらちょっと取りましょう。 ありがとうございます。そうそうそう、これが気になる。チキンか。え、おっちゃん食べれないやつじゃないか。多分ペッパーが辛いよ、うん、辛いけどね、まあ、あえての一口だけちょっと。あ、でも美味しそうだね。これすごい美味しそう、うん、あ、そう、これペッパーじゃないこれね、うん、ペッパーバリバリ入ってますよね。はい、いただいてみたいと思います。はい、どうでしょうか。チキンなのかな。チキンって書いてありました。多分ね、これでも多分パラタと一緒に食べたらしい。どう？うん、あんまり辛い。あ、じゃあちょうどいいじゃん。うん、ちょうどいいです。なんかちょっと不思議な味ですね。これはスリランカじゃない。なんか見た目スリランカじゃない。スリランカ中華。そう、中華っぽい感じですかね。どっちかって言ったらね、これスリランカだよね。多分違うと思うけど、でもスリランカって言ってる。プロティー、うまそうじゃない。でも美味しそう。エッグは、おー、もちもちじゃないですか。エッグはエッグ入っていただきます。はい、これ美味しそうなんだもん。だって、うん、いただきます。これと一緒に、これと一緒に食べてみよう。じゃあこのカレー美味しいです。いただきます。どこにも食べたことない。なんだこの味が、ね、これまたなんか酸味入ってない。これ、うん、酸味すごい。酸味ある。酸味がまたいいんだ、ね、酸味好きだね。うん、妊婦だね。またゴラカじゃないの。スパイとみんなゴラカ。ゴラカじゃないです。ない、違うね。辛い、辛い、辛いけど、いいよね。後からガンガン来るね、これ、辛さ、うんね、どれが辛いの。カレーが辛いんですか。辛い、辛い、体調対象がないのか。だってネギ多めな気がする。そうですね、なんかだからね、チャーハンチックな雰囲気がすごく。何も入れますね。あ、そうなんだ。あ、すべてが入るわけだけど、そういうのも辛い、うん、そうなんだ。今までで一番辛いんじゃない。保証的には。はい、ということで、はい、いただきましたけども、どうでしたか。なんかインドっぽい。そうですね。またまたちょっと逆に新鮮というか、そんな感じです。これはだけどすごい面白かった。はい、ペッパーのね。だってインドでもないもん。中華ぐらいの、だデビルチキンの変化球な感じだよね。炒め物っぽいだろ。デビルチキンの変化球、中華系みたいな。デビルチキンとカレーの合いの子みたいな。そんな感じで、たまにはこういう王道じゃないスヤンガカレーいかがでしょうか。いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。